イ号第401潜水艦は、第二次世界大戦中の大日本帝国海軍の潜水艦。400型潜水艦の2番艦。1945年1月8日春航したが、すでに日本の敗戦は色濃くなりつつあった。それでも、終戦直前の7月20日、アメリカ海軍機動部隊の白地であるうるしい干渉を攻撃すべく舞鶴を出航。 23日に大港を出撃した。指揮官として第一潜水隊司令、有泉龍之介大佐が座上した。潜水艦長は南部新規予少佐が務めた。もともと設計時に想定された通常の攻撃ではなく、3機の精蘭は特攻機として使用する予定であり、搭乗員に特攻隊員としての担当が渡され、出撃時に 特攻の別れの杯の式が取り行われていた。両艦以後第400潜水艦と途中合流の予定だったが合流できなかった。攻撃開始の直前に終戦となり、降伏の命令を現地で受ける。艦内では自沈化攻撃化で激論となったが、結局は艦長の判断で機関と決し、艦載機を機密保持のため海上にて処分し、機関途上の8月29日に、 アメリカ海軍により海上で接収される。アリイズミ司令はこの2日後司令室で自決した。ただし自決日は8月29日とする資料もある。上院204名中に他に自決者は出なかった。その後アメリカ海軍の手によって技術面の調査や実験をされた後、1946年5月31日にハワイ巡州の真珠湾沖で海没処分された。 2005年にハワイ大学ウィルシャー教授のチームによってオアフ島沖で発見され沈没地点が特定された。関西機の機密保持とは通常日本軍機は新緑色に国籍は日の丸のエンブレムであるがうるしい艦渉を特別攻撃する際に関西機の外装をシルバーに国籍をアメリカ軍の星型をつけアメリカ軍機の偽装をした。 艦長たちの軍艦誌442から443ページによる南部新清少佐1944年12月11日南部新清少佐1945年1月8日からありがとうございます。